へそ天でまっくりですと。いやー、いいですね。もうきっと気持ちよかったんでしょうね。お昼寝っていうのかな、この時間は。お昼寝、夕寝。 お家でこうゴロゴロしていて、いや幸せですよね。私もゴロゴロしたいですよ、こんな風に。 まさしくへそ天と。寝方もやっぱり変わってきましたよね。絶対絶対というとよくないですけれども、冬の時期は、ね、丸まって寝ているワンちゃん猫ちゃんが多いかと思うんですけれども、野生はどこへと。もう暖かくなってきたからこそ開放感があるんでしょうね。そのままゴロゴロ、ピチョンくんですか？ 懐かしいですね。そのままゴロゴロって言いたくなりますね。へそ天中のまったりした様子を映していただきました。皆さんもこの後も素敵な午後を引き続きお過ごしください。それでは。